会社が近くなんで終わってまあ1時間ぐらい走ってあと筋トレして帰ろうかなみたいな。仕事終わりに利用してます。10分からまあ20分ぐらい。今朝は今話題のコンビニ感覚で手軽に行けるフィットネスジムや腹筋に全てを捧げた男が教える全力10秒トレーニングなどタイパ抜群のトレーニング方法をバリ中。体験するのはもちろんこの人。何ですか。自分食べてんだ。食べてないですからね。あ、名女優2013年も暴飲暴食が止まらない絶賛運動不足中の私川崎優が挑戦いたします。さあまず最初にやってきたのはチョコザップ。あのパーソナルトレーニングジムでおなじみの知ってますか、ライザップが運営するジムなんです。人気の秘密はいっぱい器具がありますよ。うわー、あ、皆さんトレーニングされてますね。いや、そんなことはいいんですけれども、うん、私はこの格好でいいんでしょうか。私服で全くの普段着。チョコザップはトレーニングウェアに着替える必要がなく手ぶらで24時間利用できるんです。このように手軽にトレーニングできるジムをコンビニジムと言い、日経トレンディの2023年ヒット予測ランキングで1位に選ばれるなど今注目を集めているんです。コンビニジムだから、空いた時間で隙間でこうやって通うことができるわけですね。これね、忙しいからってジムに行かないという言い訳ができなくなりますよ。もうちょっといいかな。その人気を裏付けるように続々と店舗を拡大。福岡市だけでなんと10店舗ものジムをオープンしているんです。 FNS の近くにも、ね、ありますね。さらに専用アプリでトレーニングの方法やマシンの使い方を動画で解説してくれますので、トレーニング方法に困ることはありません。極めつきはセルフ脱毛、脱毛部屋がありますよ。失礼します。あ、すごい。トレーニングだけでなく脱毛マシンやエステマシンが利用できる店舗もあるんです。うわ、どうしよう、綺麗になってしまう。大変だ。いいんですよ、どうぞ。すごいな、腹筋で、いけます。すげえ。腹筋王子カツオです。いやー、腹筋が喋ってる。続いては去年時短ダイエットの本、10秒で10秒ダイエットを出版し、東京に腹筋特化型ジムまでオープンしてしまった腹筋王子カツオさんが教える全力10秒トレーニング。板チョコやん。10秒でその腹筋になるというか腹筋を鍛えられるっていうのがにわかに信じがたいんですけど、本当ですか。全力で1日15回から30回ぐらいを目安に効率よく行うことで、はい、目の腹筋ライフも目の前です。一緒に頑張っていきましょう。おお、レッツ腹筋。なんだそれ。キャラ濃いめですね。それでは全力10秒トレーニング開始。10秒ね。今回教える全力の10秒トレーニングは、はい、腹筋スプリットスクワットです。腹筋スプリットスクワット、スプリットって何、どういうことでしょうか。腹筋なのにスクワットをするんですか。まずはカツオ先生がお手本を披露。上半身はお腹を膨らませながら手のひらを天井に向け、ジャンプをしながら後ろに引きます。で、下半身は腰を落としてジャンプをしながら足を交互に入れ替えます。ちゃんと腹筋が使われるとお尻の筋肉と内ももの筋肉がしっかりとそのつながりが強くなって、それが美しい姿勢につながります。10秒間頑張っていきましょう。頑張ります。10秒だけでいいやと。はい、腹筋スプリットスクワット、よーい、スタートです。9 8 7 6 5 4 3 2 1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 
10秒やっただけで結構ね、いろんなところがポカポカしてます。あ、いいですね。しっかりと腹筋で全身をつなげられてます。やった
この腹筋スプリットスクワット10秒間全力で行うと結構大変大丈夫ですか？そう、ということでカツオ先生が優しめのトレーニングを伝授してくれました。腕立てっぱなし足上げです。なんだそれは。そう、まずはカツオ先生がお手本を披露。腕立て伏せの状態でお腹を膨らませます。そして足をクロスさせながら床と平行に持ち上げます。お腹、お尻、内ももの筋肉をしっかりつなげることがポイント。さあそれではトレーニング開始。楽そうに見えてる。いや、きついですこれ。スタート。こう、はい、そうです。8、5、6、5、4、3。もう恥ずかしいから伝わないで。おいしょー。頑張りました。たった10秒なのに結構効きますねこれ。10秒間をですね、はい、本気でトレーニングすればこの腹筋も夢ではないですよ。すでに割れてきた気がします。わーおー